マリア・カラス、マリア・カラス、マリア・カラス、1923年12月2日から1977年9月16日は、ギリシャ系アメリカ人のソプラノ歌手。ニューヨークで生まれ、パリで没し、20世紀最高のソプラノ歌手とまで言われた。特に、ルチア、ランメルモールのルチア、ノルマ、ビオレッタ、椿姫、トスカなどの歌唱は、技術も、去ることながら、 役の内面に深く踏み込んだ表出来は立っており、多くの聴衆を魅了するとともにその後の歌手にも強い影響を及ぼした。マリア・カラスはギリシャ系移民の子としてアメリカ合衆国のニューヨークで生まれ、本名はマリア・アンナ・ソフィア・チェチーリア・キャレジェロ・プーロスといった。1936年にギリシャに渡り、アテネ音楽院でエルビーラでイダルゴに学んだ。 1938年アテネ王立歌劇場でカバレリアルスティカーナマスカーニ作曲のサントゥッツァを歌ってデビューした。1947年にはベローナ音楽祭でラジョ・コンダの主役を歌い、1950年にはミラノスカラザにアイーダを、1956年にはニューヨークのメトロポリタン歌劇場にノルマを歌ってデビューし、それぞれセンセーショナルな成功を収めた。 演奏会形式でないデビュー舞台であるスッペのボッカチョ、初期のフィデリオ、20代の頃のバーグナー、イタリア語でトリスタンとイゾルデのイソルデ、同じくイタリア語でパルジファルのクンドリを歌った録音が残っているで、ドイツオペラのレパートリーはほぼ途絶えており、以後はイタリアオペラの広いレパートリーで歌うようになった。ロッシーニ、ベディドニゼッティのベルカンオペラからベルディ、 プッチーニなど、リリコスピントや、ドラマティコの声質向けの役柄でも並外れて優れた歌唱を行った。カラスの特に結出した点は、そのテクニックに裏打ちされた歌唱と、心理描写と演技によって、通俗的な存在だったオペラの登場人物に、血肉を与えたことであろう。持ち前の個性的な性質を武器にして、ベルカントオペラに見られるありきたりな役どころにまで強い。 存在感を表した。それまでは、ソプラノ歌手のアクロバティックな聞かせどころに過ぎず、物語から有利していた狂乱の場も、カラスにおいては、ヒロインの悲劇を高めるための重要なドラマの一部となった。彼女によって、それまで廃れていたベルカントオペラが多く疎遠され、その作品の進化を多くの聴衆に知らしめた。特に、ランメルモールのルチア、ノルマ、 メデアなどは彼女によって本格的な復活上演が行われるようになったと言っても良いくらいである。各地のオペラハウスに出演する一方、ラズワン音楽プロデューサーのウォルターレックにより EMI レーベルに次々とオペラ全曲を録音し、ジョン・カルショーのプロデュースによるレナータ・テバルイを主役にした A、デッカのレコードとは人気を二分した。ただし、現役時代は、 ライバルとしてファンまでが二陣営に分かれ対立したカラスとデバルィだが歌唱パートでは重なるレパートリーはそれほど多くはない。ベルディのみならずベリズモやドラマティココロラトゥーラまでの広範なレパートリーをカバーしつつも特にベルカントオペラに情熱を注いだカラスに比べるとデバルディの本領はあくまでベルディ中期以降やプッチーニのリリコスピントが中心であった。 くも巧妙なマリアカラスだが、彼女の声の絶頂期は10年ほどに過ぎなかった。長期間の訓練に裏付けられて安定していた彼女の声は、彼女のキャリアや美貌に嫉妬する数々の嫌がらせや劣造れたスキャンダルによっての振動を、不節制なプライベート生活やドラマティコやベルカントの難役を歌い続け声を酷使したために、急速に失われてしまう。 カラスの当たり役の一つであるノルマーへの負担が大きい難役であった。そのため例えば優れたソップラの歌手であったエディタ、グルベローバは喉を痛めることを恐れキャリア晩年までこの役を忌避した。マリアはダイエットについて質問を受けた時、サラダと鶏肉中心の食事療法で体重を落としたと答えている。ローマのパネテ・ラ・ミルズ社側の証人は裁判でマリアは ダイエットの手段として、ジのフィジオロジックパスタを摂取することにより、体重を減らしたと証言した。の回想によれば、カラスはサナダムシを排出してから痩せ始めたという。1960年前後から、カラスの不調は、彼女の優れた表現力をもってしても隠せなくなっていく。ソプラノの聞かせどころである高音域が徐々に不安定になり、 楽譜通りにおニ気をカバーできない事態が増えた。オペラへの出演が減り、リサイタルに比重が移っていった。1958年1月2日、ローマ歌劇場が行った、ベッディーニ、ノルマに、主人公、ノルマ役で出演したが、カラスは病気のため、第一幕だけで出演を放棄してしまった。その結果、場内は怒号の渦巻く、大混乱となり、 この公演は散々な失敗に終わった。その後、イタリアでのスキャンダルから逃れるように、フランスのパリオペラ座と契約。1958年12月19日オペラ座にて行われたデビューコンサートは、第1部がコンサート形式によるベルデやベッディーニなどオペラアリア。第2部はスカルピアにティートゴッピを迎えトスカの大二幕のみを舞台上演というもので。 レジオンドヌール協会へのチャリティー、ルネコティフランス大統領展覧の課題成功を収める。これはフランス国営テレビで生放送され、後にほぼテレビ番組そのままを映画化、マリアカラス伝説のオペラザライブされる。1965年のトスカの舞台を最後に事実上の引退状態に、何度か舞台復帰の噂も立ったが、パゾリーニの映画、王女メディアへの出演。 オペラ演出、シチリアの伴奏、EMI への数曲の録音、ジュリアード音楽院マスタークラスの講師など、散発的な活動が続いたのみであった。1973年と1974年に来日。1974年には、ジュゼッペディ・ステファーノ・テノールと国内4カ所で、ピアノ伴奏によるリサイタルを行った。 この1974年の日本公演は前年から始まっていたワールドツアーの最後を飾るものであり、福岡、大阪、東京と続き、札幌の北海道厚生年金会館で締めくくられた。これが彼女の生涯における最後の公式な舞台となった東京公演の模様は NHK によって TV 収録されている。カラスの最初の夫は30歳のイタリアの 実業家、ジョバンニ・バッティスタ・メネギーニであったが、後にオナシスの元に出本シリコン。オナシスとの愛人関係は、ケネリ大統領未亡人ジャッキーとオナシスの結婚により終わる。その後、かつての同僚だったディステファーノと恋愛関係に入る。しかしその関係も1976年12月末に終わった。1977年9月16日。 陰性していたパリ十六区の自宅にて五十三歳で死去。死因は心臓発作と言われるが、ゼフィレッリは彼女の遺産を横領したバッソデベッツィ、ピアニストによる毒殺説を唱えおり、謎の部分も多い。遺体はペール・ラシェーズ墓地に一旦は埋葬されたが、生前の希望により九百七十九年に出身地のギリシャ沖のエアゲ海に散骨された。近年、 彼女の功績を称え映画制作も相次いでいる。2002年、日本公開は2003年には、カラスと個人的な信仰もありオペラ演出家としても名高い、フランコ・ゼフィレッリ監督による永遠のマリカラスが作られた。2005年、日本では2008年には、没後30周年企画として、カラスとオナシスの関係に焦点を当てた、マリア・カラス最後の恋が2007年、 日本では2009年にはドキュメンタリー映画マリア・カラスの真実2017年日本では2018年にはドキュメンタリー私はマリア・カラスが公開されている自伝を書くのはいつですかとの記者のインタビューに対しカラスは書くことができるのはすべてを知っているカラスの夫だけと答えていたカラスの死後に カラスの夫であるジョバンニバッティスタ・メネギーニが我が妻マリア・カラスを執筆した。この本は手紙や写真やその他真実を物語る多くの資料によって書かれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。